サブガールが初体験した怖い話を話したいと思います。イエーイ。はい、これは私が旅行先で体験したお話なんだけど、私とお母さんとお母さんのいとこで海の方に旅行しに行った時に、いとこちょっと霊感があるのね、うん、お部屋に入ったら急にいとこが気持ち悪い、クラクラするって言い始めて、なんか私も気持ち悪くなって、なんかクラクラしてきて、めまいがしてきて、いとこがなんか揺れてるって、そのお部屋なんか揺れてるって気分転換に外に出てきたので、帰ってきたら普通のお部屋、その時なんかいたのかな、話聞いたら耳が痛いんだけど。なんで？本当になんか耳が痛くなったんだけど。なんで？怖っ。ホラー。マジで体験したい。しかも最近夏サマーといえばホラー、ホラーといえば。こちら8月17日頃発売の超デラックスホラー夏号です。ヒュー。だだ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 だ。少しが怖いよ。これ全部新作で。しかも24本も漫画が入っているんです。今日はこの中で私たちが気になった怖い漫画を紹介していきます。はい、まず紹介するのは猫はじめましたでも大人気、我が子好み先生のホラー最新作、怪談へようこそです。怪談を作るのが趣味の女の子でも、いつしか階段を考えると怖くて変な夢を見るように、夢に出てくる女の人は何と言っているか聞き取れない、彼女は日に日に自分に近づいてくる。そしてある日、あなたは知っていますか、学校に潜む彼らがいつも仲間を探していることを。夢に出てくる女の子ってしかもさ、近づいてくるんだよ。怖くない？普通にさ、夢の中でさ、女の人がさ、ここにいて、こわーって近づいてる。怖い、怖くない？もう作るのやめたいな、それやってた。ノートすぐ捨ててくしたの、うん、怖い話、考えたくなくなる。ほんと、ね、怖い。怖い話が好きな人はね、絶対ね、面白いと思うのでね、はい、みんなもね、ぜひチェックしてみてください。はい、続いて紹介するのは関東カラーの須川真希先生の大人気都市伝説ホラー、恐怖学校伝説です。これは読者から届いた恐怖体験をもとに書いた漫画です。あなたには親友はいますか？その子と何があっても親友でいられる自信はありますか？受け取った相手が幸せになれる白いポストと不幸になる黒いポスト、もし見つけたら、あなたは誰のためにどちらのポストを使いますか？ちょっと黒いポストには入れたくないな。入れたくない。入れたらさ、逆に罪悪感を感じてしまうよ。自分のせいでさ、相手が嫌な目に遭うのもなんか嫌じゃん。しかもさ、もしもさ、死んじゃうとかそういうことになったらさ、なんかもう慰謝料払わなきゃいけない。どっちに入れる？私は赤いポストに入れます。赤いポストに入れます。はい、続いて紹介するのは仙道明先生の大人気シリーズ最新作、人間回収者です。平凡な高校生の木川穂波、しかし誕生日にスマホを手に入れ、どんどん SNS にハマっていく。会ったこともない人間に好かれたり嫌われたりする SNS、 その真の恐ろしさに気づいた波が行き着く結末は一体？いやーね、SNS 怖いよね。なんか知らない人にさ、いいねとかさ、待ってとかさ、なんか怖いよね。もう今いっぱいあるじゃん、アプリが、Twitter とかさ、ね、やってないけど。はい、次に紹介するのは、チャオ本誌で大人気連載中、海老名塩先生の森野のくまちゃん、直行は特別編です。ぬいぐるみを大切にする園子の前に現れたのは捨てられたぬいぐるみたち。彼らの優しさに救われる園子だけど、その裏に隠された狂気にきっとあなたも恐怖する。くまちゃんっていつもさ、かわいいのに癒されるのに裏もあったんだ。裏もないね。
クマちゃんの裏の顔見て、この表紙のクマちゃんさ、怖い、血吐いてる、しかも紫色だよ、目が死んでる。なるほど。海老名先生のさ、書くさ、ホラーの作品ってさ、めっちゃ怖いんだよね。ね、なんかホラーになると途端にガバッて変わるよね。なんかいつもなんかゆるふわ系の感じの漫画描いてるから、ね、そのギャップがさ、うん、激しい。本当。はい、続いて紹介するのは人気急上昇中、小湊仁季先生のホラー2作目、赤い観覧車、狙われた初デートです。着ぐるみピエロに誘われて初彼と2人で遊びに来た遊園地。2人がデートするのは幸せな遊園地？それとも背筋も凍る真実にあなたはきっと戦慄する。ピエロって怖いね。ね、なんかピエロってなんか怖いイメージがあるよね。ね、しかもさ、タイトル赤い観覧車だよ。なんかもう赤って血ってイメージがあるじゃん。わかる。あ、怖いね。初デートの日にそんなことするの嫌だね。嫌だね。赤い観覧車乗った時に男の子がいきなりさ、パタッて倒れちゃってさ、何があったんでしょうか。ぜひチェックしてください。イエーイ。最後に紹介するのは整形の恐ろしさを描いた安月ゆり先生の美しい顔です。整形によって憧れの月村くんとお付き合いすることになり、楽しい毎日を手に入れたミーナ。しかし美しいはずの顔がだんだん変化していき、皆さんは楽しい毎日を買うことができると思いますか。ちょっとずつ変形していくって怖い。怖いよね、顔が変わっちゃうんだよ。うわー、どうしたの。恐ろしい。いや、しかも痛いんでしょ、整形するね。しかも負けないないよね。そうか。もう知らない。他にもね、チャオデラックスホラー夏号には怖い話が盛りだくさんです。キャー。チャオデラックス夏号は8月17日頃発売です。怖いもの知らずの方はね、ぜひチェックしてみてください。チェックチェック。いや、あのさ、ちょっとさ、さっきの霊感があるいとこの話をちょっと思い出したんだけど、旅行に泊まりに行って、そうしたら夜中に2時ぐらいに、気になるけど目を開けたら怖いって思って、はぁはぁって何言ってるのか必死で聞き取ろうとしてたんだけど、とうとういとこが目を開けてしまい、目の前になんと髪の毛の長い女性がはぁはぁって間近にここら辺の距離で捨ててキャーってなって、いとこが叫んだら姿が消えた。ほらびっくりした。これもコミックスファンの仕業。ちょいちょい。おチャッ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